あ、僕から。あ、そうですね。やっぱり全世界180国以上という本当スケールのでかい小作に携わるってことがすごい幸せですし、なんていうか、その180カ国以上のスケールもそうなんですけど、この作品自体のなんていうか、まあスペインロケ1ヶ月間したりだったりとか、実際に船のシーンとかは船を使って海に出たりとかっていう、本当に撮影自体もすごいスケールもでかくて、そういったような作品にこう携われたことを嬉しく思っております。そうですね、本当に、まあ、今回初めてのことがたくさんあって、僕自身も初めての体験をたくさんさせていただいたんですけど、まあ、本当に180カ国で公開されるっていうのが、まあ、まずなかなかないことだし、それが日本発信というか、日本のこういう歴史の物語がこうやって世界でみんなの、まあ、全世界の人たちの目に留まるっていうのはすごい喜ばしいことだなと思っております。そうですね、本当に多くの国で見られるっていうのがすごく、なんかなかなか作品としてもこんなにたくさんの国で見ていただけるものもないと思うので、すごく僕自身ドキドキしてますし、であとなんて言うんでしょうね、こういう視線が気になってなんかこう日本のこの歴史に対して海外の人たちがどのような反応をしてくれるのかなっていうのがすごく僕自身楽しみなところではあります。はい、そうですね、本当に皆さんがおっしゃる通り180カ国全世界っていうのはすごい、なんかその僕にとっても特別なことで、特に自分ごとではあるんですけど、すごいその海外の友達が多くて、はい、でそれでこうなんかなんていうんですかね、こう見て暮らせるっていうのは、その自分が今やってることをその世界の国境を越えた友達に見せれるっていうのはすごい自分の中で嬉しいことでもありますし、すごいこのやりがいを感じる作品なので、すごいそれはもう本当に特別な感情を描いて抱いてます。はい、なんですかね、やっぱり1ヶ月ちょっとスペインで撮影させてもらったんで、それなりの思い出はたくさんあるんですけど、ほとんど言えないですねなんか、はい、すごい撮影しながら楽しかったんでまあなんだろう、やっぱり向こうの撮影方法ってまたこっちとは全然違って、まあまずスペインは10時まで明るいんですよ、夜の。だからお昼の時間がまず2時ぐらいなんですね。ちょっと2時間ぐらい全部後押しでやるから、11時ぐらいになるとサンドイッチタイムみたいな感じで一回撮影止まるんですよ。でなんかみんなでサンドイッチ食べながら15分ワイワイワーワーやって、その後撮影して2時に昼ご飯を食べるっていう、ものすごい優雅な撮影をさせていただいてたんで、それは日本をもう見習って、僕もこれからはちょっと11時ぐらいになったらサンドイッチタイム入れようかなって思っています。はい、撮影で、はい、それはいい思い出ですよね、それね、はい、日曜日も休みでしたしね、必ず日曜日休みなんですけど、他のお店も全部休みなんです。要はだから何もできないんですよね。だからまあね、ちゃんとしてるいい国だなと思いましたね。はい、初めて見たときはもう俺何着させられるのかなっていう気持ちでいっぱいでしたけどね。やっぱ最初本当にスペインの衣装さんに服を作ってもらって、今回は臨んだので、衣装合わせのときにそのフェイスタイムを向こうのスタイリストというかスペインの人とやりながら衣装合わせをするっていうちょっと変わった衣装合わせだって。で、こっちは昼の12時とかなんですけど、向こうはまあ夜中の3時とかだったんで、もうそのスタイリストの人すっげえ眠そうみたいなもうそれでいいよみたいなそんなことないっていう感じだったのを覚えてますね。はい、僕自身その俳優としてデビューさせていただいて、実は 2作目の、作品で、まあ、本当にドラマが2作目で、それ
以前は全く何もやったことない状態で、こういった本当に長いくやられてる本当先輩方と一緒に、ずっと撮影させてもらった中で、自分の中でもう本当に何て言うんですかね、この作品に巡り合ってなかったら自分どうなってたんだろうって想像するのすら怖いぐらい、この作品が僕の中ですごく大きく影響して、本当にその撮影以外の場でもいろいろ自分の中でいろいろ成長させてもらえる部分がもうたくさんあったので、それは本当に皆さんに感謝したいところで、本当に嬉しく思っています。はい、そうですね、僕もありがたい話で、たくさんの作品に巡り合わせていただいて、たくさんお仕事させていただいておりますけれども、その中でやっぱりこう期間っていうのがこれほどじっくりしたものっていうのもなかなか少なくってですね、なんかこうここまでこう一人の人を、実際に生きた人を長く長くこうじっくり時間をかけてこう考えて演じることってなかなかないことですので、すごくそのアプローチ方法っていうのがすごく自分にとってはまた新たなこう仕事に対してのこう考え方であったりとかっていうのを与えてくれたものではあるのかなという気はしております。はい、いやまあ僕は本当に初めての海外っていうか、まあ海外の撮影っていうのもあって、まああとこういう歴史ものをやるのが僕自身初めてだったんで、やっぱそういうところでなんか役作りはなんか少し特別な、なんかちょっと特殊な感じでしたけど、まあなんかいろんなまた撮影方法とか海外の撮影方法だったりとか、なんかそういうものが経験できて、なんかよりよく、よりいい撮影がまた日本でもできたらなっていうのが改めて思いましたね。僕は今回本当に初めて尽くしのことが本当に多くて、と役柄でいうともうとうとう日本人ではないような役をやることになってしまい、いろいろ今まで特殊な役とかはやってきたんですけれども、まあ、今回はポルトガルと日本人のハーフということで、なんていうか作品の中でも英語をしゃべる機会だったりとか、それから乗馬、馬に乗る機会も多かったので、その準備段階からすごいしっかり練習もしたりしながらこう臨めたので、そういった意味でのやっぱそれこそプロセスのやり方だったりとか、そういう部分はすごい勉強させていただきましたし、また自分の中でこう引き出しが一つ増えたかなっていう手応えは感じてます。いやもうほぼほぼお勉強みたいな感じでした。役作りっていうか、やっぱりまずその歴史、今まず勉強してこなかったんで、まずそこ、まあそのこういう少年たちがいたっていうのはなんか知ってましたけど、その少年たちについてそういうリサーチというか、昔の自分は当然してなかったんで、そこから始まりましたね、僕たちで勉強しながら。でまあそれに個人のなんかそれぞれの個性を入れてったっていう感じかなーって。あと YouTube でね見ようと思って、天使なんだっけこのマギーの名前を入れて、それ動画とかあるだろうと思ったら、なんかちょっと違うアイドルグループが出てきて歌を覚える、その歌を逆に覚えるというなんか結構なんか時系列に沿ってるんですよ、ちゃんとその歌がねでもなんか見た目はもうものすごいアイドルなんですけど、なんかすごい歌詞はちょっと歴史に沿ってるんで、そのアイドルグループのね歌をちょっとみんなで歌ってみたりとか、そういう風に役作りしてましたはい。あ、そうですね、まあ何だろう、もともとその歴史もので日本の歴史をいろいろこうやってる番組とかドラマとかっていうのは数あるんですけれども、この4少年にこうなんかこうスポットが当たったっていう作品がそもそもなく、数が少なくってというかほぼないに近いみたいな形だったので、参考にするものがあまりこう少ない状態で、でもなんかこう文献をこういろいろ探りながらこう
なんかこうその人その人のこうベースをこう作っていったっていう感じでは多分あると思いますね。多分皆さんそうだと思うんですけど。はい、僕の場合はそのミゲル、知事はミゲルという役が最初オーディションがありまして、はい、でオーディションでそのお話をいただいて、その時にあもうこの役はすっごいやりたいなと自分の中で思いまして、というのも本当にそのミゲルっていうその台本のオーディションの台本の中にその奴隷についてすごくこう気に障るっていうシーンがありまして、で僕もそういう個人的にそういう部分が、すごいこうなんていうんですかね、こう嫌いというかそういうのがすごいこう気になる性格でもあったので、これはなんかこうミゲルと僕のそのなんていうんですかね、まあ考えというかそういうものがなんか似てるものがあるなっていうのは感じまして、それでも本当に自分はそのこのミゲルという役を取りたいと思ってオーディションに臨んで、それでも本当にありがたいことに役をやらせていただいて、そこからまたその自分が等身大で考えも同じ志も同じ状態でできたので、僕はすごく、やりやすかったです、はい。僕はもちろん本とかもあって読ませていただいて勉強させていただいたんですけど、それ以上にこうなんていうか 4人の少年たちの世話係としてこう同行していく中で、やっぱり何を信じるのかっていうところで少年たちがを導かなくちゃいけないし、自分自身もその何を信じたらいいのかわからないって、導いてる方向がこっちで合ってるのかっていうところの葛藤がやっぱりあったので、少年たちに対するこう葛藤と自分の中での葛藤っていうものを意識しながら役っていうか、まあその現場立たせていただいたりとかして、もちろんその外国で育って外国の食べ物を食べて来た人ってなんかまたなんかその身振り手振りだったりっていうものはもちろんそのなんていうか形だったりとか外回りからもいろいろアプローチをしながらやっていきました。あとそれから乗馬、ごめんね長くてそうですね、作品入るちょっと前1ヶ月2ヶ月前から練習ずっとさせていただきました、はい。俺ら馬乗ったよね。乗りました、乗りました。あれここで乗ったっけ。僕は1回だけ乗らせて。俺乗ったっけ馬。練習したのは覚えてんだよね、うん、あそこのなんか山みたいな。そうそう、それでは乗ってないですよね。乗ってないよね。乗ってないです、乗ってないです。練習はしたんだよね。しかも絶対履かないであろうウエスタンブーツみたいな履いて練習してたからさ、意味ないやみたいな。絶対にこのここのコロコロしてるやつないやみたいな。でも似たようなやつあるんだよね、向こうでは。その時代的にこうここはなんか刺激しながらみたいな。 ありがとうございます。次の方どうぞ基本もう休みがあったら僕たちは僕と尾形とかは基本的にはマドリッドの方に遊びに行ったりとかバルセロナに遊びに行ったりとかしてたんで、結構バルセロナは芸術の街だったりするし、マドリッドはマドリッドでなんかすごい本当王都っていうかすごいなんか キングダムみたいなね、はい、感じがして本当に素敵な街だったなっていうか、両方とも良かったよね。いやもうめちゃくちゃ良かったです、うん、はい。まあ、メッシは生ハムが、うん、絶対出てくるっていうか、まあ、勝手に生ハムが出てくる。ハモンって言うんだっけ、うん、絶対ハモンが出てくるから。なんか生ハムは本当にうまかったよね。美味しかったです、ね。うん、生ハムだけは日本のクオリティは多分超えられんじゃねえかレベルで、本当に生ハムは美味しい。だってお土産で買ってった分自分で食っちゃいましたもんうますぎて、うん、生ハムだね、うん、美味しかったです、うん、ご飯も口に合うし、日本人が行っても全然ね楽しめる国じゃないかなっていうのは思いましたね。みんなに、あ、じゃあもうガウディはもう当然見に行かせていただいて、あとやっぱり俺たちが泊まってたところとかがすごいちょっと観光名所とはまた違う、なんか少しまあ日本でいうところの茨城みたいなところに泊まってたんですよね。スペインの、まあ、日本の茨城みたいな、ちょっと都市からはちょっと遠いけど、まあ田舎ではないみたいな感じのところに泊まってて、そこがやっぱ教会がすごい多くて、やっぱキリスト教の街だったんで、
その教会がすごい綺麗だったよね。めちゃくちゃ綺麗でした、ね、うん、なんかあの桜田ファミリアも綺麗だったんですけど、桜田ファミリアよりもそのちょっと地方の教会の方が本当に現なんかリアルな歴史的っていうか、うん、桜田ファミリアはちょっと現代っぽかったんですよ。現代アートが入ってるからね、あと人が多いしね、はい、本当にその僕たちが撮影してた場所の教会はなんか本当に心が洗われる気持ちになって、ね、感動しましたね。うん、みんなも行ったでしょ。行きました、うん、もちろんもちろんもちろん。そう、なんかそういうところはなんか実際東京、あの日本にはないあの建築物とかがたくさんあったんで、そういうのはすごい刺激受けましたね。僕は特に食べ物で言うと、まあ本当に全部美味しかったんですけど、本当に生ハムももちろん。だけど、マドリードですごい美味しいパエリア屋さんに、野村さんにちょっと一緒にご飯連れてっていただいたときに、そのパエリアがもう本当に美味しくて、僕あんまりそのパエリアっていうものを日本で、まあ、もちろん知ってて食べたこともありましたけど、そんなにその本場のパエリアっていう知識はなくて、いざそのマドリードでパエリアを食べたときに、あ、こんなに本場は違うんだっていうか、もうそれはもう表現ができないんですけど、もうただただ美味しくて、もう2人でもうすっごい感動したのは覚えてます。はい、そんなにうまかったっけ、あそこのパエリア。美味しかったっすよ。俺それよりもあの田舎のパエリアの方がうまかったんだけど、あのどこだっけ、あれ最後カリスの。本当っすか。うん、なんかマドリッドのはちょっとなんかちょっと金がかかってるパエリア感があって、なんか あんまりそのやっぱ地元感はなかったかなって感じをしたんだけど。すいません、ちょっと僕の中ではナンバーワンです。そうですね、僕、食べ物じゃないんですけど、向こうの文化に触れたってことで、シエスタっていうあの制度が あって、みんなでそうですね、お昼休憩長めに取るっていうのはあったんですけど、実際現地のスタッフの皆さんと観光に行かせていただく機会が一度ありまして、でその時に海辺でみんなでシエスタだって言って、海辺に敷物敷いて、みんなで小1時間ぐらい昼寝をするっていう時間を楽しんだのはすごい向こうでのいい思い出ですね。向こうのね、スタッフの女性の水着姿を見るっていうね、お前だけ。そうですね。一人で俺ら置いて一人でビーチに行って、それを LINE で送って、それを LINE で送ってくるって水着でみんなでウェイみたい な一番キャラじゃないやろお前それっていう思い出だったんだよね、シエスタはね。いい思い出した、シエスタは。はい。僕印象残ってるのはやっぱりその、あ、食べ物だったら、まあ、なんかやっぱり日本食がこう食べたくなって、みんなで日本食 のお店に入ったんですけど、なんていうか、たこ焼きに衣がついてたのびっくりしましたね。たこ焼きにその揚げてあるんですけど衣がついていて、あ、こっちのたこ焼きは衣がついてるんだっていうのなんか印象的でしたし、建築物とかもそのガウディのサグラダ・ファミリアに実際三賢人が彫られてあるんですけど、それもこうやっぱ見に行けたのは嬉しかったし、実際ピカソ のゲルニカだったりとかいろいろね、あと、あ、行きました、マドリードに、そうですね、ソフィア美術館行ったな。そう意外と美術館巡り面白くて、バヤドリッドではソロヤっていう画家のソロヤ展がやってたので、なんかいろんなソロヤの有名な絵を間近で見れたりとか、そういった意味でもすごい楽しかったなっていう思いであります。はい、俺の人間に自分は一番最初辺の海で立っているとこ好きなんですよね。長、うん、な、そう、あ、日本のやつ出しちゃったんですけど、あそこはすごい好きだし、あとはどこかね、なんか結構船の上とかで撮影してることが本当多かったんで、船の上のシーンとか僕は結構好きですね。僕はその個人的に、さっきも話した通りミゲルが、奴隷の少女を最初船に乗って、実際鎖につながれている日本人を見てびっくりして取り返そうとするんですけど、まあ何もできずただただ悔しがる、自分の無力さを知るっていうところが、まあ、個人的に
最もこう何ですか気持ちを入れたシーンでもありましたし印象に残っているシーンでやっぱり実際にああいうことが行われていて本当に16歳というそういう若さでああいう経験をしたっていうだけでもすごい話だと思いましたしそういう自分の無力さとかそういうの、ね、そういうことを知るなんていうんですかね年齢でも今考えたらないじゃないですかそういう経験っていうのをやっぱ早い時にしてなんかそのやっぱああすごいあっちの昔の人はすごいなって改めて思いましたしいやもうなんかそこはやっぱり一番僕は印象に残ってます、はい、そうですね僕は一番ラストなんですけど鳳凰一見ドラードに付き添われながら一人でこう行くところがすごい印象的だなって思っててやっぱりこうその一つとか二つ前のところで自分これだけ信心深かった人なのに3人に出された答え次第で私は信仰を捨てるっていう話をしてたところでもあったのでそれを実際に3人分お答えを聞いてするっていうことがすごく自分にとってもやっぱり空間自身もすごくいい空間でしたしすごく素敵な時間を過ごさせていただいて素敵なこうお芝居の時間を過ごさせていただいた場なのですごく印象深いところではありますね。そうですね、はい。僕が一番なんか、まあ、印象的なシーンは3人越見ができないっていう直前で足止め食らっちゃうところでドラードがちょっと少年たちのためにこう鳳凰に実際に懇願しに行くシーンが、とても印象的なんですけれどもそこのセリフが英語なんですけどとっても長くてまずもうずっとやっぱそれも夢に出てくるぐらいこうずっと練習もしてたし英語喋れるハリー杉山さんとかに手伝ってもらったりとかあとはもう本当にだから今でも言えるんですよねそのロングラインをそう、それぐらいやっぱ覚えていったし、うん、英語のセリフめちゃめちゃ言えてたのに日本語のセリフめっちゃ言えなかったっ、ね、日本語のセリフは日本語の説明セリフこんな言わないですお前みたいな説明やったよねスタジオで英語のセリフめちゃめちゃスラスラ言えんのになんで日本語の説明セリフこんなに言われへんみたいなそうですね多かったね日本語のセリフは結構説明セリフっていうか、まあ、状況をこう説明したりとかっていうセリフが多かったのでそこは結構めちゃくちゃすごいプレッシャー見てくるんでこいつ今度は言えんのかっていうことで結構もうハラハラしながら自分自身やってて、まあ、ただその英語のシーンが一番僕としては、はい、印象的ではあります、はい、おうーんあんまり僕はないですかね、まあ、まあ基本あんまりなんか共通点っていうのがあんまりね結構やっぱ昔の人ですしあんまりないですかね僕は満書との共通点はなんかでもなんかみんなには会うとは言われてたんで多分まあなんかどこかしらが合ってたんじゃないかなと思ってます。僕の場合はそうですねさっきも言った通りそういう人種差別だったりとかそういうのに自分も敏感なのでそういう面ではなんかすごいなんていうんですかね共感というか僕もこうなんていうんですかねアメリカで生活してた時もあってそういう時にやっぱそういう差別的なことももちろん受けたこともありましたしそういう面でもこうなんかそういうところにすごい敏感なところがなんかちょっと共感できるところもあってそういうミゲルの姿勢っていうかまっすぐなところが自分も大好きだったのでそういうところはすごいこうああ一緒だなと思いました、はい、そうですね僕がジュリアンとの共通点とも実は頑固っていうところが似てるなって思いましてなんかこう結構まあ見た目というかその性格自身がすごくニューアな感じな印象を受けましたのでそうなんですけど何か一つこれっていうのを一個決めた時の強さっていうかそれにこうものすごく固くなになるっていう姿勢っていうのはなんかものすごく似てるなっていう印象は、はい、受けましたね。僕もほとんど、まあ、特に日本人じゃないのでそうなんですよね。だからあまり内面的にもそこまでこうしっかりした頼れる兄貴みたいな感じでもないので普段自分はなかなかだから
だいぶ僕は背伸びしながらやってました。はい、やっぱり今みたいにすごくいい技術があったってわけでもないですし、本当に作中にあったような船で行っているっていうのは本当にすごいことですし、それを何年も、今だったらもう別に1日かけて飛行機でピューって行けるようなところを、まあ、船で本当に何年もどっかにしっかり寄って食料を蓄えて、でも本当にあやら海の時もあるから、なんか本当常に死と隣り合わせな時代なんだなということは、あのやってて痛感しましたし、で本当にその時代を生きた少年たちって本当に多分相当旅を経験して帰ってきた頃には相当な多分すごい強い子たちになっていたと思うし、そういうところを含めてやっぱ昔の時代の人たちには僕たちは何一つ勝てないなっていうのは思いますね。はい、そうですね、やっぱりその実際にああいう少年たちでその単身で行くっていうことがまずすごいですし、プラスやっぱりその何て言うんですかね、もう本当に自分が死ぬかもしれないっていう状況が毎日続く中で、船で片道、まあ、3年かかって全てで8年半って言われてる時に、やっぱそれに行く覚悟っていう面で、やっぱその覚悟の大きさがやっぱ今の僕たちと比べて全然違うなと思いましたし、そのなんていうんですかね、やっぱりその、うん、覚悟が違うなと思いました。もう改めて、はい、そうですね、撮ってる最中もスタッフさんと結構お話、そこの部分に関してお話しさせていただく機会とかもあったんですけど、なんかどういう心持ちでこういう旅に出ようとか思ったのだろうっていうのをすごく結構話してて、なんかこうやっぱりこうそもそも精神構造がなんかこう今の人たちとなんかこう違うのかなっていう話をしてたりとかもしてたんですよね。やっぱりそれこそ皆さんおっしゃってるように、死っていう概念がもうすごい間近にあるっていうところがやっぱり大きなところで、自分たちまだ言ってもいつ何があるかわからないですけれども、言うてそんなにすぐ今すぐなんかこう自分が亡くなっちゃうとかそういうことっていうのはあんまり多分考えないと思うので、多分そこがなんかこう覚悟につながるっていうか、そういう強い精神性につながってくるんじゃないかなっていうのを思ってたので、本当にすさまじい旅路、すさまじい環境下に置かれてる中でああいう選択をしてやってきた少年たちっていうのは本当に素晴らしいって言っていいのかわからないですけど、なんかこうすごいなっていうのは、ただただすごいなっていうのは思いますね。そうですね、やっぱもちろん本当に皆さん言われているようなこう精神性的な本当はもちろん、なんていうかやっぱその時代にその人たちがその決断をして何かを信じて何かを背負っていったから、こう今のこの僕たちがこう何不自由なくこう生活できている今があるんだなっていうふうにこう考えた時に、なんていうかどん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 そこの時代での目線に慣れていくのかなと思いながら、今とその昔の子たちをなんていうか一本の線でつなぐようなイメージでなんかずっとやってましたし、なんかそういった意味でやっぱりなんていうか感謝というかしたいなと思っております。スペインで経験したことがこの今回のドラマでどうですか。これはもうバリバリなんていうか、まず最近のドラマでスペインで1ヶ月撮らせていただくドラマなんてまずないですし、全てがもうリアルというか、で僕たちが泊まってたサラマンカっていう都市も少しちょっと古めの街で、本当に昔からのその教会とかがまだ残ってたりとかするんで、本当にキリスト教なんで、本当にイエスというものはどういうものなのかっていうのは結構本当にリアルなそのままの形でもう本当に残ってるんで、なんかここに棺桶があってみたいなとかもすごいなんかちゃんと説明してくれたりとか、そういう文化がまだ残ってたんで、そういう意味では本当になんか感情移入がしやすいっていうか、本当にこのリアルに
スペインで撮影していただいて、まあ、リアルはいろんなところ行ってるんですけど、少年たちは。でも、そういうところで、なんか撮影してて、こうやって、このドラマを作れたっていうのは、僕たちはすごい運がいいなって思いましたね、このご時世で。どうだろうな。何ですかね。まあ、やっぱり、日本もまだまだできるぞというか、なんていうか、本当にこんなに、僕がこんなことを言っていいんですかレベルで書いてあるんで、この本の中には。で、本当にそれぐらいしっかりとその残虐さだったりとかっていうのを描いているんで、本当にいろんな人に見てもらいたいですし、なんかこれによって本当にもうちょっと緩和してもいいんじゃないかなっていう気持ちですね。なんか後ろのシートベルトぐらいはいいんじゃないかなとかさ、泥棒したのにね、なんでわざわざシートベルトつけるし買っているんだろうとか、まあ、ちょっとそういうのがちょっとずつ緩和されていけばいいかなという気持ちではございますね。まあ、実際にこれが本当に起こったことでありますし、まあ。なんていうんですか、地上波では流せるなどいろいろあると思いますけど、まあ、本当になんていうんですか、実際この愛国心っていうのに結構遠い日本人だとは思うので、愛国心というものに対して少しちょっと恥をなんていうんですかね、持つ人種でもありますので、そういう愛国心という意味ではもっと昔この4人の人たちが、日本っていう国を背負ってヨーロッパに行って、国を伝え、自分たちの存在を伝えるというか、日本を背負って世界に挑むっていう面では、絶対にこれから僕たちがこれからの時代に絶対にこう持っていかなきゃいけない志でもありますし、そういう強さでもあると思いますので、まあ、そういった面ではどんどんこう、まあ、特に若い人たちとかは、なんていうんですかね、こういうドラマを見てっていうのもなんですけど、もうそういうパワーにして、どんどんもう負けずに、どんどん日本を好きになって愛国心を持って世界に挑んでいってほしいなと僕は思ってます。はい、そうですね、僕もそうなんですけど、実際やっぱりこれだけ の若い少年たちが世界にこう行くことになっていく物語ですので、やっぱりこう日本の史実上の4少年と同じぐらいの年代の人たちにも見ていただきたいなとはもちろん思いますし、あとやっぱりこれだけ多くの国で配信されるので、やっぱり世界の反応もものすごく楽しみですので、世界の人たちに、やっぱり世界の人たちがこの日本で実際に起こった歴史を見てどういう反応をされるのかっていうのがものすごく気になるところでもありますので、そこに届けばなと思っております。はい、でも本当になんていうか、世界180カ国以上で、配信されるということで、やっぱ海外の人に見ていただきたいし、その反応も楽しみですし、日本の代表作品としてこう世界の方々に、少しでも多くの方々に見ていただければなと思いますし、もちろん日本の方にもぜひ見てもらいたいなっていうのもあって、マギっていう三賢人は結構スペインだったりとかヨーロッパの地方では意外と知っていて、僕とか日本の人たちの方が知らないくらい、結構向こうではマギっていうのは有名らしくて、そういった意味でもなんていうか、こう日本に住んでて日本の文化にこう日本人が改めて触れるっていうことは、なんかとてもいいことなのかなと思いましたので、だから日本と世界どっちも見てほしいです。はい、よろしくお願いします。